れ様です。商品紹介動画です。商品紹介動画なんですが、いつもとちょっと違います。なんと一般の方、スタッフさんの娘さんが商品紹介動画を撮影してくれたんですよ。そしてさらにその動画を編集を外注してやってもらいました。編集をしてもらったのは北映さんという会社で、北の映像の A って書くんですけれども、で映像動画を使ったビジネスをしている会社です。北映さんの YouTube チャンネルのリンクは説明欄に貼っておきます。それでは早速商品動画ご覧ください。どうもゆりあです。今日は商品紹介をしたいと思います。それはですね、こちらでございます。コージーさんのスプリングハートジューシージェリーティント05番ディープジェリーカラーでございます。こちらのいいところはですね、ティントということで高発色で綺麗な色が持続してくれるみたいです。そしてなんとラメも入ってるみたいですね。素晴らしい、可愛いなと思います。そしてですね、私もよくね、ティントを塗るんですけど、塗ったらすごくね、唇が荒れるんです。はい、なんですけど、このティントは乾燥から唇を保護する保湿美容液成分が配合されてるみたいなので、私みたいにリップを塗り、ティントを塗りすぎて唇が荒れる人はこのティントを使えば荒れずに、そして綺麗な色が持続できるみたいなので、おすすめしたいなと私は思いますね。はい、それでは早速開けてみたいと思います。開けていきたいと思いますって言って開けたんですけど、開けた見た目はこんな感じです。はい、かわいいですね。はい、塗るためにリップを落としたので塗ります。あとですね、ここにね、見えないんですけど、塗りやすいフロッキーチップって書いてあるんで、形がね、塗りやすい形になっております。じゃあ塗っていきたいと思いますね。おお、塗りやすいかも、本当に。すごい、本当にラメ。どうですか。はい、こんな感じです。塗った感想は本当にめちゃくちゃ塗りやすいです。この形がいいのかな。あとこのすごい美容成分がね、配合されてるっていうのが分かりやすいぐらいツルツルになりました。わかるかな。めっちゃキラキラ、キラキラが入ってるって書いてたんですけど、そう、ラメ、そのおかげでね、ほらわかると思うんですけど、めっちゃ光ってますよね。はい、なのでなんかラメがしっかり入ってるし、色もね、とても何、ディープチェリーカラーなので、深みのある色で、すごく可愛い色だと思います。はい、以上、今回はこちらのスプリングハートジューシージェリーティント05番のディープチェリーカラーの紹介でした。見てくれてありがとうございます。バイバイ。はい、いかがだったでしょうか。まずユリアさん、高校2年生と聞いております。商品紹介、実際に使っていただいて、リアルの感想が聞けたのがすごく良かったですね。あとトークがかなり上手だなって思いました。可能であればまた何か撮影していただきたいなと思います。で、北映さんの動画編集、効果音だとかテロップだとかですね、さすがプロっていった感じのクオリティでしたね。はい、今後もこのチャンネルでは、商品紹介をはじめとした動画の出演者を一般の方からも募集していきたいと思っております。ということで、今回は一般の方に撮影してもらった動画を外注で編集してもらうという初の試みでした。